はいどうもこんにちは、アジです。ということで今日はですね、里崎さんを使っていくんですが、今年も30連目ぐらいですかね、それぐらいで当たりました。で今年もですね、超2のまま使うんですけども、やっぱり煙突素材が5枚揃うまでは煙突しない方が絶対に極み早く作れるなと改めて思いました。守備に関してもですね、結構能力が高くて、しかも広角を持ってるんで、リアタイだったら普通に活躍してくれると思います。あとは意外性ですよね。これがちょっと発動条件また忘れちゃったんで、なんか同点の時に発動するとか、負けてる時もなんか発動してたような記憶があるんですけど、まあ、本当意外なところで発動した記憶があります。はい、そんな感じで今日はですね、高弾道オーダーでリアタイやろうかなと思うんですが、ファーストにちょっとコンちゃん使いたかったんで、ファーストにコンちゃんを入れております。あー結構守備が低い。さあ、いやいきなり全出しやってきますか。森下投手全然球種覚えてない。あ、スプリット、斜めのスプリット、これだ。もう一回見に行きますね、ドロップカーブに縦スラーにカットボール、スライダーはないと OK。 あ、やべえ、ボール球か、落ちたわ。で佐藤崎さんと広角発動した。でも対ピンチ、いやこれですよ、このフォームマジで好きなんすよね。めちゃめちゃ打ちやすい、超ベースから離れてるし、なんかね硬い感じもするし、確かね去年の動画ではホームラン打ってたような気は。ブワッ、もうボール球かと思ったわ、すいません。結構飛んだね。まあ弾道とか抜きにして、フォームとかで考えたら、外崎さんはね、ほんとナンバーワンレベルで打ちやすいかも。マジで好き。で、福留さんがこれが4番かな。はい。高弾道、まあ最強の高弾道だよね。能力もさ、これですよ。ミート88のパワーが82。あ、マジか。あ、コンちゃん。全出しのイメージのコンちゃんが何も出なかった。結構珍しい。めっちゃ話変わるんですけど、森下投手ってさ、めっちゃ王子様みたいなさ顔してない？なのにさ、すっげーボール投げるっていう、めっちゃ可愛い顔してる。オッケー、いい感じ。やタイピン、そっかレベルマックスなんだ、しっかりと森下投手。こんな感じ、すいません見れなかった。ほい、落ちたべ、これは。オッケー、抜けた。ちょ、見たいわ、間に合うかな。ほら満塁男持ってるんですよ。満塁だったら 100% 発動っていう、あの動画はね、僕の中でも本当記憶に残ってる動画ですね。島内さんのあの動画はやばいよ。満塁ホームラン打って最後試合が、あのその動画を終えてますから。さあ、あと2点でコールドです。横浜といえばさ、今日のクライマックスシリーズですよね。阪神が勝ったから、どっちかというと僕はパリーグの方の試合見てたんですけど、一応ね2画面では見てたんですよ。2画面では見てたんですけど、ちょギータのホームランがさやばすぎて、あそこで打つかと思って。で平田さん回ってきた、1試合目から。平田さんね、いやすっごい好きな選手なんで、ちょっとね今後どうなるのかなと思って僕はすごい気にしてるんですけど、中日一筋何年だ、15年、6年、7年ぐらいかな、17年ぐらいのはずなんで、いやどうなるんですかね。あ、ファールか。ここはもう平田さんにホームラン打ってもらって、おいおい、抜けない、ツーアウト、ミスった。あ、また全出し、2打席連続の全出し。ここは確実にコールドしたい。いける、抜けた、回ったね、オーケー。次はちょっと里崎さんホームラン狙っていくわ。いや、まだプラチナさんじゃないって、なんで救世くんの。高弾道オーダーでこれ抗えるか。連打を浴びてますんで、ここで打線に、よし、ゼロで抑えた。ちょっとさ、また全出しだ、集中していいですか。がっちり5点入れるわ。やっぱ抜けん、イチローさんセンター、うわ広角も出ねー。いや今の当たりは抜けてほしかったな。うん、ガチで集中したい、これホールドで。よし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 、ナイスいった、一気に5点いきて、マジで。てかさ、この時期に急性って、やばい、マジか、うんめえ、そのツーシーム。ちょっとゼロで終わりたくねえな、これ。まあ、ホームランとか打てたら一気に。よしよしよし、さすが4番。あるぞ、うわー、ミート71。コンちゃんがミート71まで下げられるんだから。ナイスイット、いい感じいい感じ。ここホームラン打てばあと1点。ちょ、さっきの三振マジで痛い。うっ、抜けっか、マジか。このスライダー、変化量少ない方のスライダー、やべえ、入っちゃった。ボール球にしたかったけど取ってくれた、さすが平田さん。平田さん神だわ、マジで。やば、抜けんの。フルカウントからのギリギリのストレート、やばい、ベスピじゃない、満塁はきちい、もう抜ける。久々に継投します。おそらく50試合ぶりぐらいじゃないかな。これ多分もう一球いっても大丈夫だと思う。入っちゃっていいけど、全然。やべえ、うめえけ、あ、取ってくれない。抑えんのマジで大変、こういう猛者は。よし、ボール球だよね、ナイス平田さん。もう猛者相手に高弾どうだか。いや関係ねえよな、そんなの言い訳に過ぎねえわ。打つわ、よし、つなげよう。
まあ、つなげてえだって2回裏でしょ、あと2点入れたら勝ち入るでしょ、全然ミート65とか関係ねえよ、ツーランで同点だから頑張るわ。よしサロスサロス入んね、惜しい。さあ楽しくなってきた、いいとこで平田さん。系統はないんかね、ねえ、あ定位置だ、よしで、あれもしか打つんだ、ホームランだ、もうここで決めてしまいたいですね。よし勝った、うわーマジでモサ、いやありがとうございました。ちょっとねドキドキしたわ、いやーまあいいわ。さあフルカウント、意外性は出てないからね。よっしゃ、いやーマジでめっちゃホームラン級じゃん今の、完璧な当たりした。やっぱね広角とか、まあ、得のが出ないとあんな感じになっちゃうよね。いやプラチナのマッチングやべえマジで。とりあえず1点で抑えてきたんですけど、マッチングがねすごいわ、4割から5割とか、もう名人とさっきみたいなさ急性の人がいたりとかやばすぎます。うーわパワー60、いやこうなると本当ねホームランもちょっと厳しくなったり、ツーシームねえじゃんマジかよ。オッケーオッケー、これが多分ラストの試合なんでホームラン狙いますから、ちゃんとノーカットでいくぜ、来い。やばスリーボールだ、それいやスプリットか、いやまだわかりませんね、ただここは入るか、これ少ねオレンジ色だもんね、ということかもしれませんね。なるほどそうですか、どう、いやいやば入った、えぐいえぐい、ちょっと待って、おー、えぐい本当にさ、ちょっと、語彙力なくなるって、あすごすぎる。もう、正直ね、狙うわとか言いながら、まあ、打てないだろうなと思ってた。すみません、佐藤崎さん。正直打てないと思ってた。打っちゃったわ。マジかよ。あとはもうコールドしたら最強じゃん。血圧半端ねえ、マジで。あー、いや、落ちる落ちる落ちる。よしよし。今日楽しすぎるランク戦。やべえ。これスプリットマックスじゃん、変化量。沢村投手ぐらいと思うか、じゃあ裏を書いてストレート、そうだった、オッケーちょっと読んだな。さあプーさん3ランで終わりです。モサ相手に、お交代か、ピッチャーが変わります。そんなこと言ってたら沢村投手来ちゃったわ、本物が来たわ、スプリット本物とね、ここからこれぐらいまで落ちる、ほら入ったナイス、プーさん神だ、すげえいい撮影できた今日、ありがとうございました。里崎さんがヒーローインタビューだ、似てるしね、しかも、え似てるね、あらしかもノーアウトじゃん、いやー見てくださいこれ、ちゃんとホームラン打ってますから。ちょっと待って、里崎さんさ今日大活躍だったよね、マジで極みにしようかな、どうしよう本当に。いや右バッターなんだよやっぱり、左むずいも打つの、うん、まあちょっとそこら辺はね真剣に考えてみようかなと思います。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。いや今日の動画マジで高評価をしてほしいです、本当嬉しかったんで、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした、ありがとうございました。